よかったですね。エサンデスに健康で。エサンデスのが、あの、掃除が楽そうなんで。そうですね、掃除はだいぶ楽になります。これと、両、簡単に持つ。これ珍しいですよね。そうですね。なかなかかも。新車につけてもらう方が、あの、全然性能がアップする。ありがとうございます。あのね、我々がやるとネジ山をね、つけちゃったりするんですよね。結構あの締め付けの力とかがわからないですからね。マフラーとかもそうですよ。あの、締め付けすぎて折っちゃったりとかですよ。北米の16ミリすごい気に入ってました。あ、本当ですか。あの、大きいなと思う時もあるし、はい、まあ静かだなと思う。今ちょうどいいですよね。はい、今の人の音なんかに比べると、はい、すごい音だよね。そうですよね。バック音ですから。多分ね、12ミリだと満足しないと思って16ミリにしちゃった。そうなんですね。スクリーミングイーグルと比べるとどうなんですかね。なんか硬い音だって書いてあったんで。ああ、上の方がなんか上品な音のような気がして。そうですね。はい。力はかなりあるので。旧車みたいな音しますからね。そうですね。はい。中の作りが違うんですよ、若干。ああ。はい。割とスクリーミングイーグルの方がちょっと軽めな音かもしれないですね。逆にたくさん持っててもしょうがないから、あの、はい、中古で、あの、誰かに売っちゃっていいですか。あ、本当ですか。どうぞ。ありがとうございます。鈴木さんにお渡しします。本当ですか。ありがとうございます。あと、そのうちね、グリップ変えようかなと思って。はい、あ、本当ですか。あの、こっち来る楽しみがあるから、また来ますよ。ありがとうございます。グリップは S&S のがいいですよね。そうですね。S&S ですね。あの、ローランドさんですよね。あ、そうですね。はい。パフォーマンスの仕事。はい。ゴムの、はい。あれについてのと同じ、あの、スポーツスタイル。はい。で、あれなんか、ワクワク少しこう言ってるんですけど、あれは何ですか？多分、下から芋ネジ止めになってるんですよ。もしかしたらそれちょっと緩んでるかもしれないですね。あ、そんな、はい。そういうのは何ですか？そうですね。はい。こっち側ですよね。ね、そうですね。あと将来的には同じローランドさんでこの辺も、はい、自分で変えてみようかなと。このぐらいは変えないと自分で。これは簡単にできますよね。できます。はい。トルクスがあれば、はい。自分でいじる楽しみもありますもんね。そうですね、はい、でやっぱりね、あの、同じタイプでついてるの見たけどかっこいいですね、サンドですよね、うん、後ろとかしっかり見えるようになるんで、面白いですよ。さっきの人すごい音ですね。結構言ってましたね、あんまり気にしてる、爆音で気にしてるみたいだから、そうでもないですよって言ってたけど。またこう自分で音分からないですから ね、 そうですね、自分の音って乗ってるとどうしても分からないですもんね。アクセル吹かすとこうなんかパカパカって開くのなんですか。あ、ハイパーチャージャーってやつですね。あ、はい、まあ、そこまで凝ってもしょうがないなと思って。すいません、ハイパーチャージャーは割とトラブルがちょっと多いですね。あのパカパカが動かなくなっちゃうっていうトラブルが起こります。結構聞く内容で、
部品が結構使う部品と使わない部品が結構あるんで、あのよくあの電話でなんか部品がいっぱい余ったんですけどっていう電話とかが、あ、はい、あのそんな簡単に作らないですよ。そうなんですよね。あのやっぱり専門の人にやってもらうのが一番ベストです。あのネジ山、さっきのネジ山じゃないけど、走行中に緩んじゃったら大変ですよね。そうですね。あれあのローランドサンズにつけてから、はい、あの冬になってあの、はい、グリップヒーターはつけられます、はい、グリップヒーターはつかないんですけど、あのヒートデーモンっていうスロットのヒートデーモン、はい、大丈夫です、つけられますよね、問題ないです、で大体1万ちょっとで、はい、こっちもあのそのぐらいじゃない、 あんまり色もつくっていうことは、はい、今あんまり乗らないから、あ、そうなんですね、グリップヒーターが、まあ、全然あったかいですよ、はい、はい、違います、お店の、ね、雰囲気がいいからこう、ですか、ね、遊びに来るのが好きな、そう言っていただけると、だからいっぺんにつけちゃうとね、つまんないよ。ちょっとずつやっていくのも楽しいですからね、マフラーの仕上げとかもあれ使ってるんですけど、あ、マフラー磨いてても大丈夫ですか、はい、大丈夫です、はい、アルミの部分がやっぱり一番効果が出るんですけど、もう全然メッキの部分でも、ね、アルミがね、どうしても落ちないんですよね、くすんじゃうんですよね、アルミホイルやっちゃったら大丈夫です、大丈夫です、問題ないです、もう綺麗になります、なります、あ、ただあのアルミ特有の、なんていうんでしょうね、ちょっと鈍い光じゃなくて、本当にピカピカになるパーツなんで、あ、はい、アルミが逆にこういうメッキみたいな色に近いぐらい光ります、あ、はい、それでその上からガラスコーティングやっちゃえば、もう大丈夫です、ね、はい、大丈夫ですね、すごい綺麗なので磨きがいはあると思います、逆にハーレーのお店も親切だけどね、やっぱりあのなんか高いんですよね。そうそう、なんかね、あのお役所的で、だからね、みんなこう来ちゃうんですよ。どうしてもあれ、そうね、工賃が起こしますもんね。そうですよね。はい、お、S1 ですよ。やっぱちっちゃくていいや。ちっちゃいですよね。欲しいの我慢して、あんまり良くないなんて言っちゃったけど、本当は欲しかった。臨時収入があったから。部品が余っちゃったら困っちゃいますね、電話でね。びっくりしますよね、多分、普通の人は。結構1、2枚余るんだったらですけども、結構な勢いで余るんですよ。あ、やっぱ車両、年式によって結構違ったりするんで。あとね、悩みがサスペンションなんですよ。乗り心地が悪いんですよ、ショートにしたり、ローダウン、はいはい、サスペンションっていうのは、あのなんかインチで、なんかあの、はい、12インチとか、長い方がいいんですよね。そうですね、長い方がいいです。そう、全然違いますかね、乗り心地は。結構変わってきます。あ、はい、純正と、どういう純正も、そうですね、純正も悪くはないですよ。そうですね、車とかでも売ってますし、はい、結構あの人によって乗り味の違いってあるんで、なかなかこうどれがいいっていうのは難しいですね。原付よりもね、ひどいですよね、道がデコボコあると困っちゃうから。引き上げがあるし、高速道路の、あら、だからね、これ前の乗った、はい、乗ってた人がこれ、はい、あのこのシートの線もあるんですよ。あ、そうですね、シート結構薄いですよね、シートをやればね、はい、最近慣れちゃったのでショートのスプリングはどうしても硬くしないと底付けしてしまうので、硬めに作られてるんですよね。お、かっこいい。いいね。これは変えるんですか、中身は時々。中身はそうです、これ半永久的に使えるフィルターなんですね。あ、洗っちゃって大丈夫、はい、大丈夫です。あ、うお、かっこいい、いいですね、全然違うの、全然違いますね、
結構 S&S にされる方が多いですもん、ね、あの一番似合います。あの昔のハレー、あの映画にも S&S が出てる、ね、そうですよね、はい、人気のある役に、ダブルアームもいいけどこっちの方が全然あれ邪魔になります。これにねちょうど合うんですよね、このやつ。はいはいはい、そうですね、うん、8年式のこの色がね好きだった。おお、いい色ですね、全然違う。